はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病、糖尿病生活も気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今朝は今年初めてのセミの声を聞きました。いよいよ夏の始まりですね。まあ思い起こせば、去年の夏はまだ病室でゴロゴロしてましたね。ゴロゴロですよ、ゴロゴロ。まあ涼しい病室で過ごしてたので、全く夏をね感じれなかったんですけども、今年こそはやっと夏を感じることができました。昨日はまあ日曜日やったんですけどね、午前中は子供に自宅前でプールをしてあげてね、夕方になると僕の住んでいる近所にある神社で七夕祭りがやってましたので、うちの子供2人を奥さんと連れてお参りに行ってきました。子供2人にはね、うちは男の子2人なのでジンベエを着せました。なんと夏らしくて涼しそうで可愛かったですよ。僕はというと、まあこの動画をずっとね見続けてくれている方々はご存知の通り、まあこんな体の状態なんですので、まあ7月のこんな気温の上がって暑い日なのにお出かけをするときは、いつもの通り必ずマスクをつけて、キャップを深々とかぶり、ユニクロの紫外線 99% カットのフード付きのね、フード付きのね、長袖のパーカーを着て、長ズボンを履いて、手袋をして、さらに全身にはもう中には日焼け止めをしっかり塗った状態でね、外出をします。で、そして人混みを避けるためにね、お祭りの開催時刻の3時半ちょうどぐらいを狙って、まあ、到着しました。その時間帯っていうのが真夏なもんですから、気温と湿度がもう最高潮まで上がった状態だったので、めちゃくちゃ暑かったです。本当に暑かったですよ。まあ幸い狙い通り人もまだまだ少なかったんでよかったんですけども、まあそんなね、暑くてむさ苦しい中を、長袖、長ズボン、マスク、手袋、ポケットには汗拭き用のタオルをね2枚入れてるもんですから、暑くてかさばって大変でしたね。でもそれぐらいの装備をしておかないとね、日焼けに襲われますからね。日焼けというか太陽からの紫外線を浴びるとね、まあ、ビタミン D が生成されるからええはずなんですけどね、まあそんなもんは食べ物から補えって皆さんから言われそうですけども、まあ、 日焼けをするとね、日焼けの息を通り過ぎて火傷になります。するとどうなるかと言いますと、肌の GVHE になるんですよね。もうそうなったらえらいことになるんですよね。まあまだなったことないんで、どんな症状が出るかは知りませんけど、まあ、おそらく皮膚表面がガサガサしてきて、その皮が剥がれたり、やけどのようにね、水ぶくれができたり、ただれたりしてくるんでしょうね。まあ僕の勝手なイメージやから、ほんまはどうなるとかは知りませんねんけど、そんなんなったら嫌やから完全武装で挑まなきませんのですよ。まあそんな状態で神社の中を歩くもんですからね、参拝に来ている皆さんが僕を見るなりびっくりされるんですよね。怪しまれるんですよ。でもまあ子供と手つないでるんで安心してくれます。ほんでその子供がね走るでしょ、ほんなら僕も走って追いかけるわけですよ。まあ怪しい。そんな状態に、そんな格好してるんでね。まあ怪しまれます、本当に。まあその神社の中を歩いて一周して、そしてその走ってというか、まあ小走りでね、追いかけたおかげで、夏を感じることができました。まあ久しぶりに小走りで、膝が痛いですけどもね。
体重が支えられへんくらい筋力が低下してるんでしょうかね。まあ、普段子供ね抱っこしてるとはいえトレーニングにはなってるはずなんですよね。抱っこにおんぶしてるんですけどもね。でもまあそのやっぱり入院する前とかに比べたらすごい筋力が低下してるんで、長時間の抱っこやおんぶはねできないですね。まだ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 これから、ね、入院して、体力が低下した筋力が落ちた分をねなんとか取り戻さんとねダメですね。で、あとこれは知り合いに聞いたんですけども、ちょうど僕と同じ時期に同じ病気でね白血病で入院されてた友達がいてたらしいんですよ。で、その人は僕より1年前に発症して、でも治療っていう風にこうしていって、で1年経ったぐらいに僕が入って、でその人はもう早くに早くに退院されたんですけども、なんかもうこの9月ぐらいからサーフィン行けそうですって言ってたでっていうようなことをねおっしゃられてて、まあでもやっぱりその治療が終わって1年以上2年ぐらい経たないとやっぱりそういう自分行ってトレーニングとかもねできないぐらいの体になるらしいんですよね。だから僕もまあ言うてる間に来月で、その骨髄移植で1年経つんで、ひょっとしたらこの体力つけるとかっていうのはもう1年かかるかもしれないですね。まあ普段から運動はしてなかったから別にそこまでの筋力はいらないとは思うんですけども、でも子供と遊ぶためにやっぱりそれなりの体力と筋力がいるんでね、ちょっと一生懸命やっていきます。まあね、それも大事ですけども、子供と遊ぶのも大事ですけども、何よりも早くこう仕事に戻ってね待ってる人もいてくれてるんで、その人のために働きたいです。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますよう願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。